さて、こんにちは、どうです。ちょっと動画の方も久しぶりになりました。まあちょっと最近ですね、まあすごい暑い毎日が続いて、まあ本当超真夏っていう感じっていうのもあるんですが、他にもちょっと経理業務がね、いろいろあったんで、ちょっとこの暑い中での作業っていうのも、しばらくちょっとお休みにして、他の仕事をやっていました。でまあその辺いろいろ一段落ついたので、まあちょっと久しぶりという感じにはなるんですけれども、まあ、また昨日器の、仕上げ作業をどんどん進めていこうと、そういうわけであります。そんでですね、まあ、今日もねもう昼間午後の今4時とかなんですけれども、まあめちゃめちゃ暑いです。ここの作業部屋もうですね、もう今ちょっと日が陰ってきたっけあれなんですけども、ちょうど西側の部屋で西日がまあもろに入ってくるんですね。今も太陽がめっちゃ眩しく今目に入ってます。まあこんな様子な、西日が激しく当たる部屋なんで、この部屋の気温もめちゃくちゃ上がります、うん、窓を開けて扇風機でって言ったのでなんとかできるレベルじゃないぐらい暑い部屋になってしまうんで、ちょっとここは避けているような感じでしたね。で、まあ、やるんだったら朝早くとか、まあ、夕方以降日が陰ってきてからこういう作業するような感じかなとは思っていたところです。今ちょうどもうすぐ日が落ちて日陰になるぐらいの時間帯なんで、まあぼちぼちやろうかなというところですね、うん、今ここ前の遮光カーテンを上げるとこんなような感じです。で、まあそんな感じなんですけれども、今回仕上げ削りするのはこれですね。27センチの丸いお盆ですね、丸のトレーです、これがですね、まあ、山桜材なんですけれども、ちょっとここの内側はある程度も少し削ってます。でこの材料がね、ちょっと難しいね、結構ちょっと癖の強い部分の材になります。ちょうどねこれはおそらく、まあ、ちょうどあの木の枝がこう二股にこう分かれていく状態のこの二股に分かれる部分のあたりの材を切り出して作ったものなので、この辺が非常に複雑に入り組んだ木目になってます、まあ、その分ですねこう綺麗に仕上げた後で、まあ縮み木だったりそういう不思議な模様が出てきて、とても個性的でかっこいいものになるんですけれども、そういう場所の材料っていうのは削るのが結構しんどいです、うん、だからもう削る方向っていうのもよく考えないと綺麗に削れないですし、あと非常に硬いですね、硬い材質になっているところが多いので、削るにしてもやっぱりこう手彫りでいくとなるとかなり力が必要になります。ですんでここの場合は非常にこう削りにくいっていう状態ではあるんで、こういう細い丸刀を使います。ですんで、まあ、溝も結構 R の半径のね小さい削り跡もつきますし、まあ、細い削り跡がたくさんつくような感じですね。こう細かい仕上がり面にはなるんですが、これで全体を仕上げ削りしていくっていうことで進めていきます、うん、まあ、木目が入り組んでいるんで全部同じ方向でいけばすんなりいくかいうとそんなことはなくて、もう場所によってあちこち方向が目まぐるしく変わるっていう感じがあるんで、その辺を合わせていくように仕事をしたら、まあ綺麗な
これは綺麗だなって自分が納得する削り肌で仕上げるためには、うん、なかなかちょっと何回か削り進めてちょうどいいところを見つけ出してそこに合わせていかないといけないっていうのがありますね、うん、いや、すごいね、もう本当またこう、うん、こんな感じでね、映るかな、細かい削り跡が、飲み跡がねついていくっていう感じです、うん、まあ、これはこれでね、またいつもと違う独特な雰囲気が出てくるので、まあ、たまに僕自身がこうたまにこれをやったりした時も非常に新鮮で楽しいです。やっててね、いつも同じ感じっていうのでもなく気分転換には持ってこいですね。時々ねこう霧吹きで水を加えながらちょっとふやかしてやることで柔らかくなってね、削りやすいっていうのは、まあ、多少削りやすくはなるんで、場所によってはこう霧吹きで水をかけております。水だったらいいんだけど、汗はね、汗は良くないですね、ついてしまうと。西日の方はもう山の影に隠れて、日差しがもろにここに入ってくることはないんで、もうだいぶ楽なんですけれどもね。という感じで、ひとまずこの丸いお盆のここの身頃のここの底面の部分は一面この細く削り仕上げることができました。この内側の斜面ですね、こう削っていきましょう。ここもね、全体を一旦霧吹きで濡らしてやってふやかして仕上げていきましょう、うん、ここもおそらくものすごく硬いと思うんで、この彫刻刀で同様に削っていきます。敷きます。汗だくです。で、今度ここの内側の入り墨の部分の調整ですね。入り墨の部分はまあこういった三角刀とかでですね、きれいに調整していくわけですね。うわ、まあ、こんな感じで続けていきます。